皆さんこんにちは。今回のユニティはアクションゲームに挑戦するぜ。以前原始の陣っていうゲームをスクラッチで作ったんだけど、アニメーション付きのアクションだったよね。こんな感じのゲームをユニティで作ってみようと思うぜ。お、じゃあまずはプロジェクトを作るね。はい、できたよ。今回もスクラッチに合わせて3対4の比率で作っていくぜ。まずは背景を追加してみるね。ドット絵の時はフィルターなし、コンプレッションなしにするんだったよね。そうだな、これで拡大縮小してもにじまなくなるぜ。大きさをカメラのサイズに合わせて、これくらいかな。うん、いい感じだな。じゃあ次はプレイヤーの画像を追加するぜ。スクラッチだとこの画像を分割して一つずつ追加してたけど、ユニティはこんな感じでスプライトシートになっているものをそのまま使えるぜ。便利。ピクセルパーユニットは何でもいいけど、今回はキャラの画像が32だから32ピクセルを1ユニットにしてみよう。キャラクターもドット絵だから同じようにフィルターをなしにすればいいよね。大きさはいい感じだな。スプライトモードをマルチプルにするとスプライトエディターで分割できるぜ。スライスっていうのがあるね。等間隔に分割すればいいかな。そうだな。ピボットはスクラッチのスプライトの中心点と思ってくれればいいぜ。今回はボトムにしておくぜ。スライスするとあれ、ちょっと足が浮いてる感じになるね。パディングを入れてぴったりにしよう。うん、ちゃんと足元ぴったりになったね。これで保存しておこう。スライスが終わるとこんな風に分割された素材が出てくるぜ。この画像を切り替えてアニメーションさせるの？いや、ユニティではこんな風にアニメーションに使う画像を選んでドラッグすれば勝手にアニメーションを作ってくれる。お、アイドル状態になってる。スプライトを追加してるとたまに背景の後ろにキャラが行ってしまうことがあるんだけど、ここの送信プレイヤーで順番を決められるからついでに設定しておこう。自分でレイヤーが作れるんだね。番号で管理する必要がなくて楽だぜ。さて、他のアニメーションもどんどん作っていこう。歩くアニメーションと全部のアニメーションと、落ちるアニメーション、とりあえずはこれくらいかな。いい感じだな。でもこれ、ステージにキャラが4人もいるんだけど、アニメーションを作りたかっただけだから他のキャラは消しておくぜ。あ、キャラは消えてもアニメーションは残るんだね。そうそう、アニメーターっていうのも自動で作られるんだけど、これも一つあればいいから残りは消しておくぜ。名前もプレイヤーに変えておくね。さあ、次はアニメーションを切り替える設定をやっていこう。アニメーターっていうのを使うんだね。今は待機モーションしか入ってないから、ここに歩くアニメーションをドラッグする。ふむふむ、待機から歩くモーションに切り替えるためにトランジションっていうのを作るぜ。あ、矢印が出てきた。次にこの矢印が発動する条件を作るぜ。ここからスピードっていうパラメーターを作って、スピードが 0.5 以上だったら歩くアニメーションに移行するように設定するぜ。試してみるね。スピードを変えると、おお、歩くアニメーションになった。今度は歩くアニメーションから待機状態に戻る条件も作ろう。スピードが落ちた時に戻ればいいよね。ジャンプと落下のアニメーションも追加しよう。ジャ
ャンプは待機中か、歩いてる時に切り替えるから。こんな感じかな。今度はブール型で条件を作ってみよう。イズジャンプがブルーならジャンプアニメーションする。ここにチェックを入れると、おお、ジャンプモーションになったね。同じように落下のアニメーションに行くようにして。試してみるね。いい感じだね。これでアニメーションは完成かな。そうだな。次はキャラクターに重力をつけてみよう。スクラッチだと Y 座標をマイナスする、地面に当たったら何もしないみたいなプログラムだったよね。ユニティではキャラクターにリジットボディを追加すると重力をつけることができるぜ。ひえー、プログラムしなくていいんだね。試してみるね。地面に立たない。キャラクターに当たり判定をつけよう。コライダーを追加すると自動で当たり判定してくれるぜ。すご、当たり判定の大きさを設定して。試してみるね。あれ、まだ落ちてくね。背景にも当たり判定のコライダーがいるぜ。あ、そうなんだね。これでどうかな。お、地面に立った。ちょっと落下がゆっくりだからもうちょっと早く落ちてくるようにしよう。ここで重力が変えられるぜ。落ちてくるのが早くなった。さあ、ここまでで設定は終わりだぜ。長かった。次は非入力でキャラクターが動くようにプログラムしていこう。プログラムをアタッチして。ん？何すればいいのかな。まずは必要な部品を揃えていこう。キャラクターの移動は、さっきのリジットボディを使うぜ。ゲットコンポーネントで、さっき追加したリジットボディにアクセスできるようになるぜ。何言ってるか全然わかんない。プログラムでリジットボディを使えるようになるんだ。リジットボディにはあらかじめ便利な関数が用意されていて、これを使ってキャラを動かしていくぜ。ん？使えそうなのは、ムーブポジションとか？前回の動画だと、ポジションを変えて動かしたよね。ポジションは、スクラッチの X 座標を丸にするみたいなものだな。今回は X 座標を丸ず使えるみたいにしたいから、このアットフォースを使うぜ。スターウォーズっぽい。このフォースを使ってキャラを押すイメージだな。計算はユニティがしてくれるから、向きとどれくらいの力かを入れるだけで OK だぜ。してみるね。む、全然動かない。スピードを上げて試してみよう。うわぁ、落ちた。キー入力で動くようにしてみよう。 A とか D とかが押されたら進むようにしたいね。ユニティエンジンの中にキー入力をゲットできる関数があるぜ。あ、ゲットキーがある。これでもいいけど、今回はゲットアクシスローを使ってみるぜ。これは A キーが押されたらマイナス1、 D キーが押されたら1、何も押されなかったら0が返ってくる関数だぜ。あ、これ便利だね。これにスピードをかければその方向に進んでくれるんだね。そういうことだな。試してみるね。あとは、アニメーションも追加しよう。アニメーターを追加して。アニメーターにパラメーターを渡すときはこんな風にするぜ。試してみるね。あれ？最初から歩いてるね。あ、キー入力を入れるのを忘れてたぜ。
た。けど、なんかアニメーションの切り替えが遅いね。これが善人だな。 3D のアニメーション用に切り替えを滑らかにする機能があるんだけど、 2D だと滑らかに切り替える必要がないから、ここをゼロにしておくぜ。お、ちゃんと切り替わるようになったね。次は、向きが変わるようにしよう。スプライトレンダラーの中に、フリップっていうのがあるけど、ここのチェックを入れると、向きが反対になるぜ。つまりプログラムでスプライトレンダラーを操作すれば、そう、プログラム上で切り替えられるってことだな。X がマイナスの時は向きを変えて、 X がプラスの時は向きをそのままにすると。試してみるね。お、ちゃんと向きが変わるようになったな。さて、今回は長くなったからここで一旦休憩するぜ。長かった。設定に時間がかかったけど、プログラムは割とシンプルだったね。そうだな、次回はジャンプできるようにするから、また見てくれよな。ここまで見てくれてありがとうございました。また見てね、バイバイ。